俺はまだ英雄の座に未練があるのか。なんという無様、なんと愚かなのだ。しかしこの身にもできることがあるのなら、俺はそれを全うしなければならない。炎の雄たけびが魔物の海を一瞬で消し飛ばした。陣地を超えた炎、まさか天の炎、元素の火。フィーナ殿たちが間に合ってくれた。かの聖域の説得。大英雄エピメテウス、オリンピアの守護者。魔物どもがみるみるうちに焼け落ちていく。フィンの周囲にいた増票もまとめて。これならば力を絞り尽くせ。炎が気づく道を追うぞ。いや待て。ない、バロールだけは炎が効いていない。聖域の炎とて、あの漆黒の魔物を焼き切れないというのか。なら弾丸の王を撃てるのは勇者の一掃しかない。モンスターの番組は俺が焼き払おう。行け、フィアナ。天の炎でもあの漆黒を撃てない。お前たちの槍があれを撃たねばならぬ。だから駆け抜けろ、フィアナ。どうしてだ、どうして俺を死なせてくれない。なんでお前たちはそうまでして俺を。前だ。貴様が前を走り背中を晒す限り、人は夢を見続ける。勇気という病にかかり大きな力のうねりと化すのだ。それもまた英雄神話、受け継がれる意志。耳を傾けろ、まだ気づいていないのか、貴様を呼び続けている声を。勇鉄と聖樹、貴様の勇気を取り戻せ。槍が輝いた。何をしている、リム。前だ。この声はアルフ、いや
これは、この人たちは。リム、前であろう。前しかなかろう。目をそらすな。行け。我らが勇気は前であり。また一人に責任を負わせはしない。参りましょう。前へ。あまたの槍となってあなたと共に駆け抜けます。だから前です、ディム兄さん。ドヴァール、アルフ、行きましょう、リム。前へ。フィアナ。答えは得たか。ああ、勇気を取り戻したか。ああ、勇気は前だ。俺たちの勇気は前にある。俺が進まなくちゃいけないのは前だ。それでいい。さあ、リム、前へ。前へ。前へ。そうだ、叫べ。お前自身を取り戻せ。勇気を超えし親友、それが貴様の本当の姿。賢者と騎士の契りはここになった。行くがいい、ピン。走るがいい、ディム。貴様が世界に刻む蹄鉄をこの俺が見守り続けてやる。行くな、ディム。ごめん、ラザル。俺は行くよ。みんなと一緒に、前へ。叫べ、吠えろ。それこそが貴様の親友の一層。貫け。
この一掃は地獄の門を開くだろう。これより先に待つのは大穴、あるいはそこは開けてはいけない冥府の蓋なのかもしれない。俺は本当の悪魔で人類を地獄へ導いてしまうのかもしれない。だけど、地獄を越えたその先に、フィアナたちが教えてくれた楽園があることを信じて。ティルナ・ノーグ。